こんにちは、ブルーホースです。本日もヘビーレインやってまいりましょう。前回はね、もうマディソンのありとあらゆるセクシーでエローい格好を見ることができたので、まだご覧になってない方はぜひね、もう無風な格好ばっかりしてね、もうパコがパコパコになっちゃったんでね、ぜひねご覧いただけたらと思います。ということで、今回はマディソンのパートなんですが、なんとね、そう、犯人この人ですっていう。 I'm here to see Paco. Paco? There ain't no Paco here, fella. Get lost. あの人です、 FBI。そんな、Are you absolutely certain? ね、なんか見せてる暇があったら捕まえた方がいい。He's in his office. Take the stairs over there. こうやって主人公同士がどんどん、ね、クロスしていきますね。まだマディソンと、それから誰だっけ、お前か。It's you. 驚かすな。Scarby, I didn't hear you come in.A crazy beast came around here asking questions about the apartment. もしかしてだけど、ジョン・シェパードっていうやんか、これがジョン・シェパードで、あの、実際に囚人格云々とかっていう話があったけど、そうじゃなくて、実はジョン・シェパードはあの時点で死んでなかったと。だから遺体が見つかってないままやられたみたいな、そんなあれなのかな。 But that fucking bitch nearly killed me. あの女に殺されるところだったのと。 Everything you ask. あの女頼まれたこと全部やった。 I think my debt to you is paid. Hey, what you doing? Don't fuck around, man.おい待てって。No. Oh, wait. I can still help you out. やめろ、殺さないで。Don't kill me. あ、ガチャの音とドンって音が聞こえた。え、気のせい。まあ、こんだけドンちゃんやっとったらな。なんかある。No time to waste. Gotta find Paco. あ、すいません。探します。パコさん。パコさん、パコパコ。パコパコ。お邪魔します。ギー。誰かいますか？誰かいませんか？なんだよ、寝てんのかよ。パコ。パコさん。パコさん。おはようございます。どういう状況？ってなるよね。それはね、事情を知らないこの彼からしたらそうだよね。おまわりさん、後ろです。え、まだいたのかよ。侵入経路ここだけ。ってマジか。ちょっと待って、抑えかかってやる。負けねえぞ。ほら、逃げようって言ったってそうはいかねえからな。ほらほらほら、ここまで捕まえてやる。俺はな、なんかな、マッドジャックとかいうわけのわからんな、首のないゴリゴリのおっさんに勝ったところなんだからな。ほら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 、お前もトラクターで引いてやるよ。ほら、パンチ。ほら、キック。やばい、ちょっと待って、日本刀はずるい。やばい、避けろ、うまい、ふっ、刺さらない、甘い、キック、ふっ、サンドバッグ、上位、あれ、ふっ、身のこなし、あ、痛い、やばい、切られるな、甘い、避けろ、痛い、キック、このままだと、また日本刀が、あー、ちょ、そんな、立ち上がらないと、また日本刀で、連合おにぎり。あ、ちょっと待ってて、おっさん。うわ、ブーシッ。まさかのパスタ野郎に負けた。くっそ。急げ、立ち上がれ。立ち上がるんだ。立ち上がれ、ジョー。こんなところでは死ぬ男じゃない。ジョー、立ち上がれ。追いかけるんだ。アリ、あ、アリ置いてってるけど大丈夫か。やっぱお前犯人じゃね。おい、まあでもそうなったら本当にマジかな。どっかにいないか、犯人らしい男。くっす。 Did Paco know the guy I came to see him? Sorry, I don't speak cop. おー、じゃあやるだけやるよ。Watch my lips, asshole. Because I got no time to translate. Did Paco know the guy? Yes or no? No. Paco is dead. John. He said his name was John. やっぱりあれか。双子の子は死んだと思ったけど生きてて。Always let him straight up. 死んだっていう勝手に扱いしてて墓が建てられたってことだ。じゃああの男めっちゃ適当じゃん。なんかあの墓守で俺30年以上ここで働いてるんだみたいなこと言ってたやつ。
結論は Shit. Looks like a dead end. Road to nowhere. そうなるよな。He. え He could have killed me. なぜ殺されない。確かに、ここまでやったんだったら最後ね、とどめ刺したらいいのにね。とりあえず、I'll end up a basket case if things keep going like this. That bastard nearly broke my neck. My neck. とりあえず、アリだけは回収しとかないと。これがないとね。The suspect dead. Someone tried to kill me. On the right track, do you think? He. He could have killed me. Why did? これはあれだね。自分の武器銃だね。うん。急にあいつ起き上がってこない？とか言いながら。Got the shakes. I'm cold sweats. Better get back to the hotel fast. これをかけて、ちょっと証拠回収でもしとかないといけないよね。シュイジュワあ、いきなりや。あ、ちょちょちょ、外してどうすんの、バカタレ。間違えた、間違えた。普通に操作ミス。よし、オッケー。で、こいつを。マディソン・ペイジ。マディソン・ペイジ。What was the journalist doing here? 指紋が見つかった。ここでマディソンと交わる。こいつもエロいな。そういう交わるじゃない。気のせい、気のせい。で、ジュワこんだけ狭い部屋だったらでしょ、こうパッと見つかるでしょ。あったあったあった。日本刀あれなんだろう。マディソン・ペイジ。まだマディソン・ペイジ目撃者かもしれない。違います。この人が犯人です。マディソン・ペイジは犯人です、残念ながら。それからもうちょっとジュワあ、なんか見つかった。あ、ちょ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 、お調べしましょう。ボレット Right between the eyes。 未見の中央に銃弾即死か。まあ、それはそうなるわな。それから、こいつらを。Paco Mendez was no saint. His rap sheet reads like the telephone book. わお。やっぱり偉くなるには犯罪を犯さないといけないんですかね。いやーな、世の中でに。The killer was looking for something. 犯人は何かを探してた。何を探してたんでしょう。それから、違う、こっちだね。あれ、これはなんか見つかる。あ、ちょっと待って待って、なんでなんでなんで、この銃は誰。45 caliber semi-automatic。 普通にあれじゃん、なんだっけ45ってことは、なんだったっけ。あ、セミオートマグナムってところだよね。あ、違う、あれなんでそうなっちまうんだよ。もう一回書けよう。バロイ、チクショイ、失礼。ジュワン。ジュワン。魚は、ごめんなさい、だね。ここら辺、ああ、あったあった、なんかあった。とか、なんか花粉が、あ、じゃあ、ジョン・シェパード。His coat pocket. 通称ジョン・シェパードが犯人。I tore it off during the fight. Two receipts from the same gas station. 同じガソリンのレシートが2枚。Interesting. 妙だな。じゃあそこで積んでたってところかな。じゃあ、だいたい調べたってところかな。もうないよね。ジュワン。魚が動かない。屍のようだ。そりゃそうだわな。だここを辿っていったら、ああ、外すのね。ここでかけるわけでもなくか。さっき出てきた時となんかあの格好が違うから。Paco knew the killer. That's why he was killed. Paco は犯人の知り合いだった。だから殺された。どういう理屈？まあ、確かにね、無差別殺人になるわけ。あれ？あ、いたいたいた。じゃあこっち行って。じゃあ、あれ上に行くんじゃなかったっけ？あ、行けるね、行けるね。Gotta go. Need to think about this. 考えをまとめるんだ。The killer may have left some clues in the office. 犯人がオフィスに手がかりを残したかもしれない。こっちを登って逃げていった。あ、こっちではないのか。It was too dark. It all happened so fast. Didn't have time to see his face. 一瞬で顔を見るか。I seem to spend most of my time getting the shit. 薬のことばかり考えている。あれ、じゃあこれで終わりじゃないのか。え、まだなんかあった。しまった、じゃあ。戻るのは時期尚早だったのか。まだ何も調べてないものがある。ごめんなさい、ちょっと戻ります。ドアがあっつあつやった。ドアノブあっちあっちでしたね。
この時点で調べられるものが何かあるってことか。いや、そんなわけない。あ、ん？あの裏、花粉をたどって、あ、なんかあったね。オーキッドフェロモンズ。The fucking origami killer。折り紙殺人鬼か。じゃあ、あの人が犯人ですってやな。あの人が犯人です。違う、そっちじゃないな。こっちか。ここに何、あ、裏に何かある。違うね。じゅわ。あれでもなんか全部調べてるっぽいよね。折り紙殺人鬼。じゅわ。じゅわ。あれでももう出てこないよね。ほんとに、あ、なんか出てきた。これか。あれ、これさっきなんか出てこなかったのにな、反応。誰だ？マディソン・ペイジしか出てこないね。レポーター。まあ、だ、それだってね、あれなんかしてたもんね、あの、手袋。じゃあ、以上ってことか？あ。なんか角度によって見つけられたり見つけられなかったりするの。これはパコでしょ？パコメンデスだね。うん。じゃあ、これで全部調べました。というオチなのかな。これで証拠は全部出てきたと思うので、じゃあこれで一旦出ますか。これ以上なかったらちょっともうあれなんだけどね。じゃあいいか。行こうか。はい。よっしゃ。ああ、そうか。こっち。ここら辺は何も出てこないね。じゃあ行こう。お邪魔しました。てかまず警察呼べよ。自分も警察だけどさ、死体があるんだって。なんで単独捜査してるんですか。やっぱもっと仲間のこと信頼した方がいいと思うよ。まあ人のこと言えないけど。はい。じゃん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 。あれ、この上で、今全部調べた上でもう一回、この男と喋れたんですよ。それは無理だね。じゃあ、こっち行ってみるか。こっち行ってなんかあるとかな。やっぱりまた帰るのかな。あいつなんでさっきから行ったり来たりして怪しいやつだなって。本当に FBI かってなる。チラチラ。ああ、何もなさそうだ。そっか。じゃあやっぱないね。じゃあしゃあない。あなたもストリップの女性を見ながら帰るとしようか。証拠は何もつかむことできなかったしね。大丈夫なのかな。男がいて FBI が勝手に入っていってで、男が慌てて出て行った。じゃああのボディーガードって何してんのって話だよね。どこ行きたいの。これは急にラジコン操作になったかと思えば、カメラ視点になったりとかで、なんかいろいろ難しいんだよな。どうしたらいいかな。すごい、こう、強引に抜けていってる感じがするけど。ウィン。ウィン。さっきのあの、なんか、誰だっけ？ちょっと待って。ああ、普通に帰るんだ。カウンターでもイチャイチャしてたよ。仕事セーブ。とか何もないのか。なんか同じような出方してってる。さっきのマディソンと同じ。そして男目をそらすな。まあ楽しければ何でもいいや。はい。ということでね、なんかいろいろありましたが、あの無事に殺人犯に殺されることもなく、まあ捜査終了ということで、とりあえずこのパートのハッピーエンドになれたんではないでしょうかね。はい。じゃあ次ちょっと何が起こるか全く予想がつきませんが、次回パートもお楽しみに。ではお会いしましょう。バイバイ。